を全部開けていこうと思います。キッズコーナーに使おうかな。完売してたんです。超おしゃれだと思う。一番欲しかったのは全身鏡。あ、めっちゃいい感じよ。超シンデレラフィットのものでございます。おまけを取ろう。あ、めっちゃ姿だろ。はい、皆さんこんにちは、リリーです。今回はよいしょ、こちらを全部開けていこうと思います。結構大物から小物で家具系とかね、照明器具も買ったので、毎度のことながらめっちゃサクサク進むので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。それでは早速スタート。まず最初は前から行きましょうか。これはね、キッズコーナーに使おうかなと思って買ったんですけど、最近ね、某もなんと捕まり立ちをするようになってきて、でね、ようこけたり頭ぶつけたりするわけですよ。だから三段ボックスとか、ああいう角が鋭利なものはなるべく少なくして、今見えてます、あの後ろにあるようなね、ちょっとプラスチックっぽい柔らかい素材でできた家具を某がよく遊ぶコーナーに置こうかなと思って、こちらを買ったわけなんですけども、これね、こんな感じの柔らかい素材なんですよ。なんで頭をぶつけてもそんなに痛くないし、いずれね、ポーが自分で物を取り出せるように使える子供用のタンスにできればいいなと思って選びました。はい、お次はこちらです。天井につけるライトなんですけど、これは5400円ぐらいで売ってました。しかもよ、リモコンついてるの。これ最初は買う予定ではなかったんですけど、私が買った時は3万円以上買うと送料無料っていう機会だったんです。で、一番欲しかったのは、もうネタバレしちゃうんですけど、この後ろのね、むちゃくちゃ便利な全身鏡が欲しかったわけ。これ1万5000円やから、あと1万5000円なんか買わなと思って、まあ、これちょうどね、人気欲しかったから買ったって感じなんですけど、つけるとこんな感じです。特におしゃれでもなんでもない普通の電気なんですけど、暖色にしたり寒色にしたり、ほんでまたね、明るさレベルも選べると、これはね、便利やから買ってよかったです。はい、続いてはもうネタバレしてしもたからね、この大きいのも言っちゃいましょう。これそう、全身鏡です。開けるとこんな感じ。横幅が58センチ確かあったかな。なので広々と見ることができるし、地震の時に倒れた怖いなとか、あと棒が倒したら危ないなっていうので、この後ろがしっかりと土台がついてるタイプを選びました。こちらタラレーナー。これはレジ横にあるアウトレットコーナーで見つけたんですけど、安いしウブたちのベッドにしようと思って、このおばあちゃん家にありそうなクッションを2つ買いました。あ、これ部屋に合わへんわってなったら裏返しにしときゃいいし、これ多分おしゃれな人の家にあったら超おしゃれやと思うねんな。クッションが400円台って安すぎ。そしてこれ新商品、食器洗う時の手袋なんですけど、薄ピンクと薄い若草色の2種類を2つ買いました。これは両方 S サイズです。1個開けてみましょうか。これね、前行った時は完売してたんです。この薄い色のピンク、濃いピンクは M サイズで売っていて、前ね濃い色買ったんですけど、薄いピンクが可愛いと思って今もピンク着てますけど、これやっと買えた。とはいえ、なんかキッチン周りってグリーンのものも置きたくなりません？だから気分で変えようと思って、こっちの若草色のもゲットしましたが、これね、ちょっと立体的になってるんです、この指の部分だから、スッと入れれるし、なんかつけ心地がすごい。で、滑り止めみたいにこういうザラザラの加工になってるので、つかみやすい。私は結構手が小さめなので S サイズぴったりですけど、ここが浅く感じる。 M の方がサイズはいいかも。次、これこれこれ欲しかったんです。これね、こんな感じで真ん中に穴が開いてるんです。ポンってやったら開けれる感じで、この中に1個、2個、3個で、この大きさが3つ同じの入ってるんですけど、こういう感じで収納もできるし、バラバラでも使えますよってやつ。赤ちゃんグッズで使わんくなってもメイクを入れたりとか、あと調味料入れんとこで使えたりとかで、結構使い回し効きそうやなと思ったので1個買いました。ということでこちらでしょ。ほんで、あとはこれですね。こんな感じでクローゼットのところにぶら下げる箱みたいなやつ。クローゼットというか押し入れみたいなとこなんですけど、そこに帽子とかベルトとか小物を直しときたくて。うわ、すげえ、何だっけ、こんなんあったよな、ピアノみたいな。
あれさ、ハーモニカで頑張って吹いてたのにさ、高学年だってアコーディオンのやらしてもらったら、これで音出るみたいな、ハーモニカ吹いとったアホみたいやん、これめっちゃええやんと思いながら、なんか息って赤色のこれやってました。はい、これね、マジックテープになってて、こういう感じで埋めれるようになっています。サイドにもあるね、このベリベリ。ほんでそこもなんかこういうベリベリがあるので、多分連結できるのかな。でこれもラッサーラ、え、一緒？さっきとめっちゃ名前似てるけど、このラッサーラに入れるラッサーラなんで名前が一緒なのかな。他にはこんな感じで売ってるので、広げてこのペラペラのをサイドにシューッと入れて、反対側も入れて、そこにこのペラペラのをグッと入れれば出来上がり。めっちゃ簡単。今思ったけど、あれや、さっき買ったさ、棚もこれも同じ、なんか段ボールじゃなくてプラスチックやねんけど、プラスチックよりしょぼいストローみたいな素材のやつ。よし。あー、めっちゃいい感じよ。ほら。で、さっきのこれに、ポッと入れて、使えるようになってる、超シンデレラフィットのものでございます。ちょっとはみ出るけどな。見て。微妙にはみ出る。なんでやろ。まあ、ええか。でね、なんかちょっとカメラのアクシデントもあり、続きはですね、携帯で撮ってるので画質は結構変わってしまうかもしれませんが、すいません。実際取り付けて物を入れるとこんな感じです。ほんでラストはもうおなじみですね。こちらです。IKEA の電池、単4と単3を購入しました。はい、ということで今回もご覧いただきありがとうございました。いや、まあただ不安なんは、あのね、前回とか IKEA 購入編結構気合い入れて編集もしたけど、めっちゃそういう回に限ってさ、再生回数超少ないわけ。でも友達らとかから話を聞くと、 IKEA の回がめっちゃ好きとか聞くし、買い物動画見るの私が好きやから、同じような人に楽しんでもらえたらなと思って今回も撮ってみました。あ、もう泣いてるかな。はい、ということで、どこまで話したっけ。とりあえず、またこんな動画見たいみたいなのあったら、コメント欄にぜひぜひ書いてください。それじゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ポポちゃん。もう連れてきたね。ぎゅー。ぎゅー。ぎゅー。めっちゃ臭い。うんちった。あ、そう、撮ってんねん。はい、おーでーす。生後8ヶ月に入りまして、体重は 8.3kg、 めちゃめちゃ重いです。あっち向いて、うさぎ、うんちよかてよ、うんちよかてよ、おまけを取ろう、おまけを取ろう、はい、よいしょ、いらっしゃい、いらっしゃい、寝返りしないで、寝返りしない、みんな邪魔しない、臭い、めちゃめちゃ臭い、これ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 、いやー、背中が汚れてる、にんじん出てきてる、あっ、うわっ、あー、気持ちよかったね、これね、ラーメンよかった、ラーメンおーい、ラーメンおーい、あー、パンまで遊ぶの後でね、ちょ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 、あー、うわっ、あんた、うんこ踏んだ、うんこ踏んだよ、うわくっせーくっせーくっせーわーって、これ絶対歌ってるお母さんおると思う。あなたが思うより臭いです。ガッチャ持っていったやだ。ちょっと待って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 、ちょっと待って、遊んでいいけどちょっと待って、おむつが減ってます、やばいって、遊んでいいからちょっと待って、よし、おーやばいやばいやばい、あーオッケー、あーかわいい、綺麗に綺麗におむつが取ったこの、はい、おむつ姿の